はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビッシュです。では今回はバープロ2018 A 館9をやっていきたいと思います。ここまで夏の甲子園大会地区大会予選3回戦まで勝ち上がりましたので、次は4回戦目というところになります。まあ、なんとかね、この夏の甲子園大会出場したいなというところなんですけど、紅白戦とかやる今っていう感じもするからね。もう完全に梅雨に入っちゃってますけど、やっぱこういう時期はね、ムシムシするんで微妙っちゃ微妙なんだけどね。注目選手は山崎にします。で、一応来週はですね、タイの方に、遊びに行く予定です。またタイに行くのかっていうね、思われる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、あの先々週行ったのはあくまでもマイルの期限が切れちゃうと、ちょっと待ってね、3点ビハインド、もしかして3点ビハインドか、ちょっときついな。戦力分析、相手チームは総合力 C、 決して勝てない相手じゃない。まずは1点ずつでもいいので返していきましょう。ちょっと待ってね、1点でも2点でも返していかないと、もう4回裏ですからね。よし、抜けてく。とりあえず1点は返したいですね。犠牲フライでいい。ナイスバッティン。これは2点タイムリーになりますね。で、今泉も犠牲フライ狙いでいきます。まずは同点に追いつきましょう。うわー、浅いな。まあ、岡野はちょっとまだ変えられないので、ここはヒッティングでいきましょう。まあ、この1点差のまま食らいついていきましょう。そのためにはこの回絶対に点を取られたくないな。どう？取れる。ナイス。ここからクリーンナップに入ってくるので、しっかり低めで、長打だけは警戒していこう。さあ山崎、ここはもう魔物を使っていこう。覗かせてくれ。どう？ポロってくれ、ポロってくれ。ポロらないよな。大内くんはでもあれ、ここまでホームランなしか。うわー、ボテボテの当たりだ。なあ、3球勝負でやられたか。まだちょっと変えられないよな。ここも3球勝負。ただ誰かが何かをしてくれて同点に追いついてる。
きっと桃井か横溝あたりがホームラン打ってくれましたね。せっかく棚ぼた的に同点に追いついてくれたんで、ここは絶対に点を取られてはいけない場面。取れる、うーん、取れないか。今泉が飛びついてくれましたけどね。で5番に玉、これは打ち取った当たり。もうね、タイに行くのが唯一の楽しみと言っていいですからね。女の子もみんな可愛いし優しいし。お、抜ける、よし。あとはもう飛行機の中がねまったり過ごせるんで、まあもちろんエコノミーではあるんですけど。今泉、ここは変えられないな。打率が1割台だもんね。ただただただやってくれましたね、スリーラン。さあここはじゃあ岡野を休ませましょう。よっしょと今泉。うん、これは入るか。持ってかれたな。いやこれサムエに一発がつく恐れがありますけど、変えましょう。取れない、ちょっとこれで危ない感じになってきたね。一打同点という場面になっちゃったんで、まあ、低め中心でしっかり抑え込んでいきましょう。大丈夫だね。ヒヤッとするな。うん、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か、追いついてくれ。だー、同点ツーランを浴びた。舐めてたな。抜けない。いやー、こっからピッチャー陣が微妙だぞ。うちのチームはこの回で決めないと。うーん、さあ山崎よ。切れてくれ。だー、スリーアウトか。さあピッチャーだよ、ピッチャー、ピッチャーが危ないぞ本当に。よし、いやー本当に怖い。ちょっと待ってね、岩井がバテてるのでここはスタミナを上げにかかろう。よし、大丈夫。どうだ、さよならだ。よく決めてくれた。いや3点リードの場面で岡野を休ませるっていう選択肢はありだったと思うんですけど、まさかね、あそこで9回表2本のホームラン浴びるとはな。
いやー、練習メニューがない。公式戦の前に紅白戦をやるっていう、ちょっと意味不明な感じにはなっちゃうけど。合宿の前にはいい練習をとっておきたいですからね。そうなるとミートバッティングとかどうしてもとっておきたいですね。さあ、鴨川西高校のちょっと戦力を確認しておきましょう。まずはチーム力、チーム力 B まで来てるか。投手力高いな。ちょっと待ってくれ、みんな恐ろしいぞ。まず内山怖いね。で白木、白木、水戸へ。怖いのが小原くんか。パワー B、 総力 A。 福岡に関して言うとストレート158キロ。いやー、どうだ。これは何かが起きないと勝てないぞ。まあ、まず1点先制されるよね。まあ想定内なので。これは落ちないね。ふわっと上がっちゃいましたね。なんとか1点差のまま食いついていこう。ミートの高い白木、白木。よし、これを打ち取りましたね。さあ、唯一のチャンスと言っていい。ここで岡野か。せめてワンアウトだったらね、何かできたかもって感じはするんですけど、しょうがないですね。さあ、ハイボールヒッターが発動してる。どうだ、頭を越えてくれ、頭を越えてくれ。越えないか。さあ、大内くん、どう、抜けない。もうちょっと角度がついてくれればっていうところだったんですけどね。危ないね。内山くんも能力高いからな。抜ける。ただこれはしっかりカバーすればランナーは帰ってこれない。よし。で、白木だな。よし。このチーム相手にしっかり渡り歩いているといえば渡り歩いて、渡り合ってますからね。これ、ゲッツー取ろう。うわー、取れないか。しょうがないね。これはゲッツー取れない。そして怖い怖い小原くん。よし。打ち取った。
いや、岡野よく踏ん張ってますね、1点で本当に。あとは打撃陣が健康一滴、なんとか点を取ってくれればっていうところかな。ゲッツーだけは嫌だからね、この場面は。よし、抜けた。これは二塁ランナーは三、一塁ランナーは三塁までいける。ここは犠牲フライ狙いでいこう。うわー、三振か。ヨネア頼むぞ、犠牲フライ。ああ、ヒヤッとする。よし、これは逆転タイムリーになる。いやー、ヨネアよくやった。そして満を持して山崎武史。抜けた、ナイスバッティング。ここはスクイズでダメ押しを取りに行こう。さあ9回の裏です。ここは3年の岩井に任せよう。まずは1番バッターというか、まあ先頭打者をしっかり打ち取りましょう。よし、で漆原君、これもボテボテの当たり。なんか今めちゃくちゃ近い距離から思いっきり投げたな。よし、いやー本当にね、ハラハラドキドキ、危ない展開でしたけど、タイの話なんかしてるとこういうことになるんですよね。でちなみに今回のタイ旅行は久しぶり LCC で行ってきますと。よし、仮設シャワー使って疲れを取って、その上で練習指示も使っちゃおう。これはね、山崎をパワー S、 ミート S にしたいんで、ミート練習に切り替えます。で、観戦して公式戦、地区大会決勝に臨みます。もちろん山崎だ。岡野が超ノリノリなのはありがたいな。あとは、まあ、岡野がどんだけ相手打線を抑えてくれるか。でこちらは少ないチャンスをどれだけものにできるかっていうね、そういう戦いになってくると思います。お、いきなりいい感じじゃないか。総合戦力は B だね。
まあ、打率みんな3割あるいは3割近いそんな相手だけど、稲垣くんは今日絶不調だね。打たれ強さ F。あとは野手の方だね、怖いのが。いやでも野手もさっきの鴨川西の方が怖いな。ここはもう、そう、地方球場の魔物を発動して、もう2、3点と取りに行きましょう。よし。まあ、ちょっとボテボテの当たり、うわー !6 点取られてる。6点取られちゃうのか。4点ビハインド。甲子園はなかなか簡単には行かせてくれないか。もうここは大量得点が必要なのでヒッティングヒッティングでいきましょう。1点差とかそういうゲーム展開ではないですからね。まあ、1点でも点が取れるときに取りに行きます。切れるな。よし、さあ3点差。これは落ちるね。点はただ取れなかったね。ゲッツーだけはやめてくれ。これを切れていきます。あげちゃったな。すごいジャンプ力だな山内くん。いやーここまで来て初回の要6失点痛いな。さあもう8回になっちゃってる。これはちょっと当たりが弱かったですかね。よし、2点差にしてくれてるんでこの9回の表最終回、ここでしっかり意地を見せよう。大道阿部比対左投手 A 流し打ち逆境。あ最後はツーシームに空振り三振か。いやーなんとかしてほしい、そんな場面だっただけにちょっと残念だな。これはダメかな。ダメだ。いや本当に意地見せてほしいよ。サムエのところは代打を送るしかないからだな。ダメだ。いやー地区大会決勝で敗退か。
山崎のいるチームだったんですけどね。さあ、次期キャプテンは大道かな。ちょっとチーム力がだいぶ下がっちゃったかなって感じはしますが。はい。ではね、ものすごく残念な結果にはなってしまいました。パブロ2018、いかない。ちょっとね、まあ頑張ってはきたんですが、うまく進められなかったかなというところもあり、特にね、皆さんから、ご要望がなければ、パワープロ2018栄冠9は、不定期配信の方にちょっとね、切り替えをさせていただこうかなと思っています。で、もしね、パワープロ2018、やっぱり定期的にちゃんとやってよっていうことであれば、もちろんやっていきますんで、動画のコメント欄もしくはツイッターの方まで、お寄せいただければなというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあその他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。